西原さんです。はい、こんばんは。西原はるこです。はい、今日はどんなリポートですか。はい、トップアンケートによるランキングです、はい、会社で働いてますとミスをした時、隠し事がバレた時などもうこれで終わりだなんて大げさに思うことがありますよね。はいはい、そこで今日はサラリーマンに聞くこれで俺も一巻の終わりと思う時というテーマでお送りいたします。はい、アンケートは大阪中之島で取ってきました。ご協力ありがとうございました。さてさて、はい、いかがですか。サラリーマンとしてもうこれはもう一巻の終わりやと思う時はあります。どんなこと。高島忠夫さん夫妻の番組でごちそうさまという番組ですね。あの番組で言っちゃいけない、あの公開録画の時に言っちゃいけない言っちゃいけないと思いながらもご紹介です。いただきますの高島忠夫さんです。それはシャレにならない。あの時はダメかと思いました。それをもじってね、横澤さん無理やりつけたんですが、その辺がしっかりしたはるに、それにまんまと載せられてました。一巻の終わりや思ったそうです。さあ、いかがでございますか。はい、どうぞ。はい、はい、それではアンケートの結果を、今度でお送りいたします。はい、どうぞ。サラリーマンに聞くこれで俺も一巻の終わりと思う時、ベスト10の発表です。はい、ご覧ください。サラリーマンは気楽な家業とは、あ、誰も気遣えへんな、これな。あ、いやいや。第10位、突然上司が帰ってきてサボっているのがバレた時。でもあんた、あいつはいつ見ても若おかしいね。まあね、まだ30になってませんからね。独身みたい。そうそう、まあ結婚しててもこう気持ちだけはね、家庭に縛られずにね、ええな。うん、夢を持ってバリバリ仕事して思いっきり遊んで。ちょっと待ってください。男とはね、やっぱそうじゃない。あ、もしもし、え、おめでとうございます。いや、新しさん、奥さん赤ちゃんだけあってんで。ああ、全て分かりました。これはありますよ。第9位、子供が生まれた時。これはありますよ。あー、喜びよりもどっか遠いとこ行きたいな。アフリカなんかやな、海外やね。何言ってんの、アタリさん知らんかった。アタリさん今度ケニアの出張所にエーテンになってんで、槍作りにあげんでくださいで、ボン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 。何飛ばされとんねや、これ。第8位、地方へ飛ばされた時。何やケニアや、んなそこ行くぐらいだ、俺もやめてやるわ、会社。え、貸し辞めんの。やめない。皆さん、新井さんや会社辞めるんですって。第7位、冗談で会社を辞めると言ったらまともに受け取る。これはちょっと、新井さん、ちょっと、この交通費の計算してた。こんな領収が出てきた、これ何これ。あ、これ私出してない、これタクシーだよ。タクシー何振ってない、こんな1億6000万もノロもだ、これケツ痛いね。ケツ。第6位、水増し年表がバレた時。あの、みんなの意見を代表して言ってるんですよ。僕自身のね、あの感情とかそういうことじゃないんですよ。あ、で、勝手なこと、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。買いやすい給料でね、こんなね、あの、働く人だったらね、たまりませんよ、我々は。ほんまね。もう、ちょっと言いました。第5位、上司と大喧嘩した時。それはあるでしょうね。大さんって家庭で厳しいんですってね。まあ一応ね、ポンポンと言うたるからね。聞いてますよ、亭主関白で奥さんがいつも水浴びて迎えてるって言うね。まあまあまあ、自慢やないけどね。お邪魔します、新しいの家内です。あったあったあった。第4位、会社に妻が来た時。時間の終わりだって失礼ね。いや、思うんですよ。あ、そうかしらね。やめてちょうだい、私耳が正解になってさ、こんなとこで。いや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 、声出したらこんなん誰かにバレたらどうすんの。バレちゃうわ。いやいや、ベラ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 。第3位、社内の OL とのリンがバレた。読売書類の人がなんか書類くださいとある。読売書類さん、はいはい、大事な書類預かったんで。はいはい、もらってます、もらってます。昨日ね、心配したって。あれ？ん？あの書類。ちょ、それ大事なやつや、ほら。あれ？昨日受け取って。そうそう、新しさんが言って。まあみんなで飲み行こうか言って、その時カバンに入れたった。それを金払う時に出して、ほんで丸めてゴミ箱掘って。そうや。そこまで覚えてないけど、どこ行ったんやろな。そこまで覚えてたら十分や。第2位、重要書類を失った時。そうね。いや、おはよう。おはようやねん、新しさん、何考えてんのな。え？今日29年ぶりに会議があったの忘れたんかいな。今日会議やった。当たり前のように大事な会議もすっぽかしてな、もう怒った後で課長から。何してんの。もしもし、今日会議休みます。もう遅いわ。第1位、大事な会議をすっぽかした時。あー、
はい、ね、ということでございまして、ああいう時には一巻の終わりやと皆さんと思いになるというね。会社に妻が来た時一巻の終わりですか。いやいやいや、それなんじゃないですか。いや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 なんとも申せませんですね。ああ、はい、と言っておりますがいかがでしたか。はい、男の人は一巻の、終わりと思うことが多いようで、女性よりナイーブなんだなと思います。さあありがとう、よう言ってくれた。もう本当にね、そのたびに私なんか一巻の終わりやもんね。あ、そのたんび、どのたんびでしょうね。なんでしょうね、はい、そうでございます、はい、まあ、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。サラリーマンの方頑張ってくださいよ。でございますね、はいはいはい、さあ続いてまいりましょう。どうぞ。